漫画でわかるなんとかかんとかっていうシリーズはどうなんでしょう。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、視聴者からの読書術についての質問についてお答えしています。今日はまゆさんからの質問、漫画でわかる何々というシリーズはどうなんですか。分かったつもりにはなるけど、なんだか学んだ気がしないんですけど、というね、質問ですけども、漫画で学ぶなんとかかんとかっていう、そういうまあシリーズとかですね、確かに書店に行くと最近すごい流行っててですね、たくさん置かれてると思いますけども、読んでみるとですね、意外と内容が浅いというか、まあ、もちろん漫画で表現してるから、元本があっての漫画本があるのが多いと思うんですけども、元の本に比べるとどうしてもね、内容が浅くなってしまうと思うんですが、漫画でわかる何々シリーズっていうののいいところはですね、全体像をつかめるっていうことなんですよね。全体像をつかめるってことが重要で、物事全てそうなんですけども、全体像をつかんでから細かいところを見ていかないと理解ができないんですね。だから私の読んだらしない読書術でも、パラパラ読みっていう本買ったらまずパラパラパラっと全体を見通しなさいよってことを書いてあるんですけど、なぜパラパラ読みが必要かっていうと、全体像を捉えてから読み始めるからですね。何でもそうなんですが、何か新しいことを学ぼうとする場合も、まず全体像をつかんでから細かいところに入ってください。全体像をつかんでから入っていくってこと、学習の基本なんですね。いきなり細かいところから最初から行っちゃうから、わけが分かんなくなってやめちゃうんですね、皆さんね。そういう意味で言うと、漫画でわかるなんとかっていうのは、全体像をつかむっていう意味で言うと、多分漫画ですから30分ぐらいで読めると思うんですね。元本を読むと3時間かかる、この30分でとりあえず全体をつかめるので、でそこで終わっちゃうと意味がないですよね。それはもともと漫画にしてますから、その本のエッセンスの部分しか入ってないわけだから、漫画でわかる何々を漫画でわかる何々だけで終わっちゃうと、それはまあ大したことがないったら悪いですけども、その学びとか気づきっていうのはそんなに多くが得られるものではないかもしれません。ただそこを入り口として、じゃあ本当の本の方を読んでみようとか、別の関連するのを読んでみようとか、そういう読書の苦手な人に向けての入り口としてはすごく意味があるなと。なぜなら全体像を捉えれるからなんですね。ということで、私は活字がすごい苦手な人とかですね、すごくいいんじゃないかなというふうに思っています。先日ですね、Amazon キャンペーンの特典でカバサワ師匠のおすすめの19冊っていうね、本を選んだんですけど、その中でウイスキー入門っていうね、バーレモンハートっていう漫画を描いたね、古谷さんの半分漫画で半分ウイスキーの紹介っていう、そういうウイスキー入門の本があるんですよ。これはすごいいいですね。漫画でパッと見て、このウイスキーはこんな感じですよっていうのを理解して、具体的に細かい説明を読むからスッと入ってきますね。ウイスキーの説明だけ字で読んだって何も入ってこないんですよ。それをイメージで見て、ストーリーで見て、俯瞰して、具体的に細かい説明を読むとスッと入ってくるんですね。これがそういう漫画の力ですね。全体をまずパーンとイメージで与えといて引きつけるっていうですね。あるいは私がその19冊の中で、夏目社の図解雑学シリーズっていうのがあって、これ心理学で、恋愛心理学とか発達心理学とかユング心理学とかもたくさん出てるんですけど、これすごくおすすめなんですね。これも片側が説明で、片側にイラストと図が載ってるんですね。でイラストと図の部分だけ見ると、まず10秒ぐらいでだいたいその難しい概念が説明されちゃってるので、あ、こういうことかって思って字を読むとですね、スッと入ってくるんですね、やっぱり。なので、こういう漫画やあるいはイラストや図がすごい多い入門書っていうのがありますけども、これは私はすごくおすすめですね。本当にもちろんね、読書が慣れてる人、本を読む力ある人はね、そういうのじゃなくて、いきなりこの本格的なやつを読んでいただいて全然いいと思うし、そっちの方がもちろんいいと思うんですけど、世の中やっぱり読書が苦手な人とかね、本当活字だけだともう5分か10分で飽きちゃうっていう人が多いわけですから、そういう人にやっぱりそういう助けになる本として、漫画やイラスト使いの多い本が入門書として、私はまあすごくいいんじゃないかなっていうことでね、むしろおすすめしておりますね。